どうもありがとうございます。
次の曲はちょっとギターを持ちました。僕たちこの、トイさんで何度もライブさせていただいてるんですけど、普段は、ボーカル僕と、コッシーはほとんどパーカッションの担当でございまして、あとバンドでやるときには星田隆典ドラムを叩いております。で、今日は、2人なんで、頑張ってピアノを弾いてもらってるんですけど、この曲はちょっとリズムが欲しいねということで、ドラムを叩いてもらおうかなと思ってます。で、もう一人トムという、ギタリストがおりまして、そのギターのトムのギターに乗せて僕が歌う、そして星田隆典が、リズムを刻むと、そういう編成でいつもは、何度もやらせていただいているんですが、トムがですね、お盆の家族旅行に行ってしまいました。で、昨日はですね、別の 僕ではない若い女の子のボーカルのサポートのギターを別のバンドでやってるんですけど、そっちの女の子の誘いをですね、断らずにですね、どっかの会場でギター弾いててですね、で、僕の時はちょっと家族が大事だったとか言ってですね、気上がりませんのですね。残念なんですけど、でも星田隆典頑張って、ピアノをやってくれました。先ほども1曲目に聴いていただきました。ひまわりの約束は、まさかこんな曲を歌うとは思ってなかったんですけど、実はこの今月の終わりにですね、このちょうどこのトイさんからバイパスを降りて下の方に下るとですね、井ノ口明神という長男がございました。井ノ口高校の横のですね、明神の町というか昔の海の中の島があるところの公園でですね、井ノ口明神二丁目町内会納涼の夕べというイベントがございました。そちらの方でバンドでですね、僕たち演奏させていただくことになってます。で、その時に子供たちが知ってる、みんなで歌えるような曲をやろうということで、このひまわりの約束という曲を練習してました。で、星野のドラムで練習に参加してくれてたんですけど、すごく痛くこの曲を気に入りましたですね、これ僕ピアノ弾きましょうかと、今度トイさんでやるのに僕ピアノ弾きますから歌いますか、またなんでそんなプレッシャーのかかることを今になって言うんだとかいう会話があったんですけど、でも、せっかくなんでやろうかと、2人で頑張ってやってみました。ということで、次の曲を、皆さんご存知だと思います。僕は子供の頃にテレビの CM で聴いておりました。とてもいい曲で、大人になってもずっと忘れられずにですね、僕のこの人生のバイブル、ちょっと大げさですけど、こんな気持ちで生きていきたいなと、常々思っております。そんな曲を聴いてください。作詞作曲マイク・マキさんでございます。気楽に行こうと聴いてください
Thank you.
い出す愛してくれたあの日のママの声が今は誰に語る流行り歌売れないママのあんたの方がこんなあたしには似合ってた振り返らずにお互いの生き方でも聞こえてしまう俺たちはついてるぜ、聞いてください。 1, 2, 1, 2, 3。
ピアノを弾いております。星野貴則です。よろしくお願いします。ようやく30になりまして、まだ若者でございます。息子ぐらいの年齢でございますが、一緒に、バンドをやって、非常に刺激を受けております。まあ、この年代が違うと面白いですね。いろんな僕たちのトムが持ってきたあの曲にですね、銭湯の花嫁という曲がありました。でもまさか自分が男の俺、自分が銭湯の花嫁を歌うとは思ってなかったんですけど、彼は銭湯の花嫁、タイトルだけではどんな曲か知りませんでした。で曲をですね、聴いたらですね、あっとか言ってましてですね、彼は四国の、愛媛県の出身、愛媛県 の駅のホームでですね、電車が入るときに流れるメロディーがタララタラララって流れるんですよ。あっ、駅で流れる曲ですねそっちかいみたいな、そういうのが流れる、そんなところで理解をしていると、今はね、バーバーショーを叩いてくれております。また皆さんにも聴いていただきたかったです。どのがいないので、瀬戸内容がお送りできませんが、そんなこんなで、僕たち最後の曲が近づいてまいりました。ありがとうございますよかった、と思って、先ほどから何度も話に出ております。ギターのトムが作りました僕たちのオリジナルを最後に聴いていただきたいと思うんですが、この広島市内を走っております、路面電車の、風景が浮かぶ、とてもメロディーも歌詞も聴けるような、そんなラブソングを最後に聴いていただきたいと思います。授業の終わり告げるチャイム、カバンを小脇に抱えて、表通り路面電車のホームに駆け寄った、待ち合わせ変わることはなかった。卒業して就職して時間に追われるようになって、それでも二人会いたいっていつもいつも思ってる。ゆっくりと時が流れ、ゆっくりとあなたと歩んだあの頃の私たち、急ぐことは何もなかった。ゆっくりとあなたを愛した、ゆっくりと唇を合わせた、優しさに包まれた、怖いものは何もなかった。Thank you.
か告げられたプロポーズの言葉、こんな場所でいきなり困るでしょう、恥ずかしくて電車降りた、時と場所を選んでほしいの、本当にあなたって無神経、でもあなたの目輝いてた、この人についていこう、昔から大好きな曲で、ビル・ウェザースという、人がおりますが、ビル・ウェザースの曲なんですけど、それに日本語で、金子麻里さんという、ロックのボーカリストがおりますが、その方が日本語の歌詞をつけられていて、この歌詞がすごく素敵でですね、いつでも困った時は読んでよ、すぐに飛んでいくよって、もうここにいるよ、だから呼んでねっていう、そんな歌詞で、僕も何度も、辛い、つながったりしんどいというような友達に助けてもらいました。皆さん、そんな、お友達たくさんいらっしゃると思いますが、そんな気持ちで、本当に何度も言いますが、友人さんの演奏を聴
当に勇気づけられました。僕らもまだまだ若そうでございます。80になって、80を超えても、あの素敵なビブラフォン の, あの音が出せる、そんな男に僕もなりたいと思います。Call me, call 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 me